経済学部宮下由香と申します。今日は株式会社ルズーズの岡本さんに来ていただいて、私のガクチカと自己 PR のエントリーシートを徹底指導していただきます。株式会社ルズーズの岡本です。ひろさチャンネルというチャンネルで就活の面接対策の動画とかを出してます。よろしくお願いします。早速私のガクチカを発表させていただきます。はい、よろしくお願いします。焼肉店のアルバイトで周囲と共同して1日あたり売上6万円向上に取り組んだ。当時勤務先店舗は売上が伸び悩んでいて、店長や社員の悩む姿を見て貢献したいと考えた私は、顧客呼び込みとサービス改善につながる2策を講じた。1、ティッシュ配り。店舗で多く抱えていたティッシュの在庫と繁華街という立地を生かし、低コストで新規顧客を獲得できると考えた。当初1人で配布したが、成果報酬制の導入を提案して協力スタッフを増員。さらに顧客の来店メリット創出のためにティッシュにビールの無料券をつけた。丸2、新人スタッフの育成によるサービス改善。従来はマニュアルを渡すのみで接客の質にばらつきが生じていたため、ロープレ研修を導入。研修内容の叩き台を作成し、空き時間には徹底して練習を指導した。結果、呼び込みによる新規客増加とサービス向上によるリピーター増加により、1年間で1日あたり売上が14万円から20万円と増加し、売上改善を達成した。はい、ありがとうございます。じゃあフィードバックしていこうかなと思うんですけど、全体的にはとても良いガクチカになってるなっていうふうに思いました。ありがとうございます。 でもですね、よりパワーアップできる要素もですねあったので、そことかお伝えしていければと思うんですけれども、その前にですね、今って宮下さんってどういう職種を目指しているみたいなところってあるんでしたっけ？職種で言うと営業職を目指しています。かしこまりました。では営業職を目指している場合、どういうガクチカになっていればいいかなっていうところでいくと、この人を採用したらすごく売ってくれそうだなとか、利益を伸ばしてくれそうだなとか、そういうふうに思ってもらえるようなガクチカになっているとよかったりします。でそこにかなり近い内容になってるんですけども、より近づけるためのポイントをお伝えしていこうかなっていうふうに思うんですけれども、一つまずこういうのがあったらいいかなと思ったのが、スタッフの育成によるサービスの改善みたいなところなんですけれども、ここが売上に直結するイメージがですね、もっと持てるようになるなというふうに思っていて、例えばリピーター増加させたっていうふうなところで売上増加につなげてる話ができてるので、ある程度良かったりするんですけど、営業で売上上げるためにはどうすればいいかっていうと、そのためには客数を増やすのと客単価を上げるののこの2つを掛け合わせることで売上を伸ばせるというのが営業的な視点になった時に、今回の話ってティッシュ配って新規顧客を増やす、接客を良くしてリピーターを増やすで客数を増やすっていう、どっちも客数の話になってるんですね、はい、それも全然悪くないんですけど、例えば売上を伸ばすには客数を増やすのと客単価を上げることが必要だったと思ったので、そのための取り組みをしました。まず客数を増やすためにはっていうところで、繁華街で人通りが多くて、あとティッシュの在庫があったから、それを配ることで新規の顧客を獲得できるように取り組みました。また客単価を上げるためにはお客さんに満足してもらったりだとか、利益率の高い商品をお客さんに購入してもらうっていう風なところが重要だったから、そのための教育というのを徹底して行いましたみたいな感じで書いてくれると、その客数と客単価を上げてだから売り上げ上がったんだみたいなところがすごく伝わってくるし、営業のお仕事任せたとしても目標達成のためにまず客数を増やすためにアプローチしなきゃね、商談を増やさなきゃねとか考えてできそうだなとか、受注取る時も単価を意識しながら提案してくれそうだなとか、そういうことをですねイメージしてもらいやすくなって、よりパワーアップできそうかなって思いました。ありがとうございます。あともう一つ、ロープレ研修とか、あと研修内容の叩き台作ったりして、店長とかとすり合わせながら業務内容を統一してマニュアルに落とし込んだみたいなところですよね。文字数的に入れれそうだったら入れたらいいんじゃないかなというふうに思って、年上の大人といろんな調整しながら成果物を出すっていうのって、業務においてすごく重要なことになってくるので、そういうことができる人なんだっていうのが伝わるっていうのでもすごくプラス要素になったりするんで、そういう要素を入れても、いいんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございます、はい、質問なんですけども、はい、アルバイトで売り上げを上げるっていうあるあるすぎて、面接官の方にも信じてもらえないかなっていう不安があって、どうやって人事の方に信じてもらえるのかお伺いしたいです、うん、
信じてもらえるにはどうしたらいいかっていうふうなところなんですけれども、信じてもらえないパターンってどういうことかっていうと、結果を言うだけで確かにやったなって思ってもらえるような具体的な内容が結びついてなかったり弱かったりすると、本当にやったのっていうふうに思われてしまうんですけれども、具体的な取り組みのところでしっかり仕事をしている風景とか思い浮かぶような、そういう話し方をしてくれると、あ、確かにやったんだろうなっていうのがより伝わるので、イメージしてもらいやすくなるんじゃないかなと思います。あるあるのエピソードじゃダメだよとか、特徴的なこと言った方がいいよとかっていう意見があるんですけど、うちの会社で活躍しそうだなってそう思えば別に OK なので、特別なエピソードでも、あ、うちの仕事であんま活躍しそうじゃないなっていうふうに思われたら落ちますし、そういう基準で考えるといいんじゃないかなと思います。はい、次に自己 PR の指導をしていただきます。では読ませていただきます。はい、私の強みは周囲の課題に対して自分ごとで取り組める責任感の強さだ。レストランのアルバイトで発揮した。当時感染症対策が導入されたのだが、対策が不十分で顧客満足度が低下した上、新しい運用で従業員間の連携ミスが続き残業が増えた。私は現場目線で改善に貢献したいと考え、2つの策を講じた。1つ目は率先したクレーム対応。お客様の声を直接聞くことが重要だと考えた。特に経験の浅いスタッフがクレーム対応をする際は自ら進んで対応に参加し、満足いただけるご提案をした。2つ目は情報共有の徹底。日々感染症対策が変化する中、ホワイトボードを使って業務変更やクレーム事例を共有し、全員が出勤後に把握できるようにした。ただ記入するだけではなく実践も徹底するため、私以外の責任者にも実践状況の確認を依頼し、常に現場で指示が遂行されるよう注視した。社会人としても周囲の課題を自分ごととして捉え、責任を持って取り組みたい。以上です。フィードバックしていければなと思うんですけれども、自己 PR ですね、パワーアップできるポイントとしてっていう風なところなんですけれども、中身とかはですねすごく良かったんですけれども、もったいないなと思ったのが結果がなかったんですよ。その結果こうなりましたみたいなところがあると、そのエピソードがどれだけ価値があるものなのかっていうのが聞いた方にも分かるんですけど、今回は常に現場で指示が遂行されるよう注視した。重要なのはその結果顧客満足度が低下しない状態が作れたかどうかっていうところが重要なポイントになると思うので、そこを最後結果のところが入ってるといいんじゃないかなっていうのを思いました。どういうものを結果にしたらいいのかなっていうのを悩んでいて、はい、今3点で悩んでるんですけど、1つ目がその顧客満足度っていうところ、2つ目がクレームの数が減ったっていうところ、3つ目がその実際にお客様から直接お声をいただくことが増えた。どれが一番面接者に伝わりやすいのか教えていただきたいです。どの3つだといいっていうよりかは、クレーム数の話をするんであれば顧客満足度が低下したという表現ではなくて、大きい問題が起こっても対処できそうだなっていうふうに思ってもらえるような具体性が持たせられて、